皆様こんにちは。ライトニングリターンズ講座のお時間です。今回はダメージ計算式について解説いたします。まあ、ダメージ計算式にはメニューに、表示されない数値も含まれますので、アルティマニア未所持の方々にはあんまり意味のない解説となってしまうので恐縮なんですが、だいたいこういう仕組みになってるんだよと、おぼろげになんとなく分かっていただければなと思います。とりあえず今回はプレイ動画パート62で戦ったグレンデルにアルティミスピアスを使った時に50万オーバーという大ダメージを与えた、その仕組みを計算式として表そうと思います。まずダメージ計算式の基盤となっているのは攻撃力×コマンドアビリティの威力となっております。例えばライトニングの物理攻撃力が1000ポイントで戦うの威力は1倍、それに対して敵の物理耐性が1倍だった場合はその敵には戦うで最大1000のダメージを与えることができます。他の要素が一切絡んでこなかった場合のダメージ計算式はこれだけなので、もしこの時にダメージが500とかだと相手の物理耐性は 0.5 倍であると推測できます。アルティマニア未所持の方々にも、これだけ覚えておけば、他の計算もしやすいんじゃないでしょうか。今回解説する計算式はアルティミスピアスのものです。これは物理攻撃なので攻撃力の場所にはライトニングの物理攻撃力が入ります。ライトニングの物理攻撃力は初期値が200、パート62の時点ではメインクエストサイドクエストの成功報酬でプラス462ポイント。アルティミスピアスを使用する密林の狩人は武器にリベンジオブカオスを装備していたのでプラス600ポイント、女神の恩寵という盾を装備していたのでその効果でプラス100、物理プラス80ポイントのオートアビリティ付きのコマンドアビリティを3つつけていたのでプラス240、頭用アクセサリーに物理プラス 30% の鬼の耳飾りを装備、さらには密林の狩人のオートアビリティ狩人の魂の効果で物理プラス 5% ということで、最終的なライトニングの物理攻撃力は小数点以下切り捨てで2162ポイントです。今回は腕用アクセサリー勇気の茨も装備していたのでブレイブ状態になっています。ブレイブは物理攻撃力を 1.5 倍にするので物理攻撃力の後にかける 1.5 を入れます。でその次に競技の威力を入れるんですが、ここではパート69の講座で解説した二人羽織というテクニックを使用しているので、競技の威力は荒野探索者のものを入れます。実際今回は、密林の狩人に競技では入れてないですね。このテクニックを使えば密林の狩人には競技で入れる必要がないんですよね。次は相手の耐性面を数値として入れます。耐性はそれの弱体効果も全て括弧内に入れて計算します。ではその中に今回は物理攻撃のアルティミスピアスを使用したわけなのでグレンデルの物理耐性を入れることになりますね。グレンデルは最初防護障壁を張って耐性を上げるんですが、一度ノックアウトさせてそれは外れているのでアルティミスピアスを打つ時の物理耐性は標準である1倍となっております。でそのアルティミスピアスは腕用アクセサリーのフーマのブレスレットを装備していたのでエンエアロ効果により風属性がついてました。グレンデルは風属性の攻撃はノックアウト後は 1.5 倍になるので物理耐性の数値の後にかける 1.5 を入れます。その後には入っている弱体効果を足し算していきます。グレンデルはノックアウト後に、物理ダメージ倍率に 0.5 が加わるウィプロテ状態になります。その後こちらから物理ダメージ倍率プラス 0.33 のデプロテと属性ダメージ倍率プラス 0.5 のウィークも入れています。耐性面の括弧内の記述はここまで。では次、今度はオーダービリティによって増えるダメージ倍率を記述します。アルティミスピアスはオーダービリティ扱いなのでその威力補正もここに入ります。最初のコマンドアビリティのところには入りません。でこの倍率はまずプラスパーセント表記で表します。アルティミスピアスの場合はプラス 250% です。でこの技のベースとなる競技レベル3を入力する際
まあ、パート62の戦闘ではジャストタイミングでの入力に成功していました。アルティミス・ピアスはジャストアタックに成功するとプラス 30% の補正がかかります。なので今回のアルティミス・ピアスの威力は、250プラス30でプラス 280% となるので、まあ、これは掛け算に表すと掛ける 3.8 となりますね。ここまででようやくグレンデルに放ったアルテミス・ピアスのダメージ計算式の代替が出来上がったわけですが、この時相手のノックアウト値を調整してアルテミス・ピアスでノックアウトするようにしていたので、さらにノックアウトダメージの補正も入ります。ノックアウトダメージはこれまでの計算式になんと3倍の補正が入ります。つまり計算式の最後にかける3を入れます。これで完成。最終的なダメージは575,441となりました。ただし今挙げたダメージは最大値の計算になります。実は攻撃には全てダメージ変動幅というものが用意されており、まあ、アルティミス・ピアスの場合はあらゆる攻撃の中でも特に大きい 50% になっています。この変動幅だと攻撃するときに 1% 刻みで、0% から 50% がランダムで決まって、もし最低ダメージだった場合は、耐性の計算の前にかける 0.5 が入ります。それを計算しちゃうと実は最低ダメージは 287,720 となっちゃいます。戦うとかは、まあ、他のアビリティとかダメージ変動幅は 3% なのでここまでダメージに開きはありませんが、まあ、アルテミスはこんな感じで、グレンデルの HP は38万なので、まあ、運が悪いと今回のこの戦術ではアルティミス一発では倒せないっていうことになっちゃいますね。グレンデル戦でのダメージ計算式の解説はここまでですが、まあ、せっかくなのでライトニングへのダメージも少し話しましょうか。まあ実は前にちょっと話したんですけどね。で、敵がこちらに与えるダメージの計算式もこれと同じです。で、ガードに成功した場合はご覧の計算式の答えにガード系アビリティそれぞれに設定された耐性の分を減らすことができて、ジャストガードができていたなら耐性は倍になります。ヘビーガードは、レベル1の段階で耐性 50% なので、ジャストガードに成功すれば耐性 100% つまりノーダメージということになりますね。で、こっからちょっとややこしい話になるんですが、カイアスのメガフレアなど、まあ、一部の攻撃には耐性を無視するというものがあるんですけど、これにより無視される耐性はあくまで計算式のうちの括弧内の級数だけです。この括弧内に入るのは、まあ、あの幽霊頭巾とかガキ頭巾とか耐性思い切り上がるやつ、まあ、相手の、まあ、無視しよると、まあ、そういうわけなんですが、ガードの耐性はこの後に組み込まれるということなので、この ガードによる上がる耐性っていうのはこのメガフレアでは無視できませんので、まあ、それはご心配なくというところです。これややこしいんですよね。あのステータス画面見るとガード系アビリティのところ、な物理耐性魔法耐性何パーセントとか書かれてるので、耐性無視の攻撃なんかは結局ガードの意味ないんじゃねえかと思いがちなんですが、まあ実は大丈夫だと。なのでヘビーガードプラスジャストガードができていればカイアスのメガフレアもノーダメージにできるということですね。で、カッコ内の救出のみ無視って言いましたけど、まあ、こうやってつまりデブロテとかデシェルにかかっていたとしても、まあ、それすら無視するっていうことなので、もしこっちが耐性無視の攻撃をする場合は、まあ、その点は注意してください。まあ、例えば耐性無視の魔法を持っててそれを使ったとしても、相手が デシェルとかその状態になっても別にダメージは増えることはないと。デシェルを無視するので、まあフェイス状態だったら増えますけどね。で、ダメージ計算式にはガードとかのさらに後ろに計算される攻撃がありまして、それが針千本などに代表される固定ダメージ。もうこれはもうヘビーガードとかジャストガードとか全く効果を発揮しません。で、じゃあ固定ダメージを防ぐのは不可能なのかというと、まあ、そうでもなくて、まあ、縦に設定されているガード防御力だけは固定ダメージの後ろに入ります。まあ、つまりとにかく針千本とか使われるとライトガードとかでいいので、防御姿勢でさえいれば、まあ、ガードの
ガード防御力の分だけは固定ダメージも軽減できます。まあ、縦にガード防御力100とか設定されていれば、それでガードで成功すると1000-100で900ということになりますね。で、 DLC にアベスゲートという盾があるらしくて、まあ、これ2周目以降可能になる改造を行えば、まあ、ガード防御力はなんか1000まで上がるらしいので、まあ、これで防御さえ してしまえば、まあ、針千本もノーダメージで切り抜けられるということになりますね。ダメージ計算式の解説はここまでです。以上、ライトニングリターンズ講座でした。